はい、こんにちは。沖縄おばぱです。はい。夜大暴れしていたぬたちは昼間はぐっすりでございます。はい。えなんていうかね、館さんがね、まあ、はは、面白いっていうかね、風刺の効いた記事を上げておりました。はい。いわゆるね、あの、例のね、えー、太郎ちゃんのことですね。太郎、太郎ちゃん。はい。えー、まあ、いわゆるね、えー、あれですね。 はい。フレームレアを食え、食えって言ってた人たちが、うんね、えー、なんと、あれになってしまうということでございます。はい。えー、まあ、そしてね、えー、何日か前のね、えー、動画にあげたようにね、えー、セーブザクイーンの国ではね、えー、ああいった正式にね、発表がございました。はい。そして、同時に、あのー、 ボのね、ボのね、リスリスちゃんが逃げました。ということでございます。はい。ええー、まあ、当たり前だの、クラッカーなんですけどね。あの、大阪のね、大学のね、あの、偉い教授も言ってましたよね。ええー、何でしたっけ ?A のね、はい。A の、ね、D のね、えー、あれですね、はい。ええー、ああいったことをね、ちゃん、あの、言ってましたよね。権威者が、はい。 え、なんかわけのわかんないね。えー、ご用だ、ご用だ、のね、学者じゃなくてね、きちんとした人はね、みんなね、こういうこと言ってるんですよね。あと、ほら、は、2位のね、えー、ガタガタのね、大学のね、えー、教授様ですね。えー、彼も、言ってましたよね、そういえば。はい。えー、まあ、そういうことで、えー、まあ、 やれ、やれってね、言ってた人たちですね。はい。食べろ、食べろーって言ってた人たちですよね。この人たちが、はね、えー、レのね、えー、キョロアンティーナの大冒険にね、えー、なりましたということで、はい。えー、まあ、まあ、普通に考えればわかるんですけどね、こういうのもね、はい。えー まあどうなんでしょうね、これが分からないっていうのは、かなりね、もしかしたらね、えー、大のね、大のじんじんといえどもね、大のじんじんといえどもね、えー、あの例のね、えー、食べてしまったせいでね、えー、愛のね、救急がね、えー、低下してるのかもしれませんね。はいお気の毒でございます。はい まあ、デトックスしてください、本当に。はい。えー、まあね、医者の癖してね、えー、A の D のね、えー、なんちゃらをわかんない人もいましたから、はい。えー、私の知り合いですけど、はい。もう調べろよって思うんですけどね。なんでしょうね、この医者の不勉強。はい、えー、そう思います。はい。えー、まあね、何、えー、て言うのかな、事実は事実ですからね。 えー、なんて言うのかな引き寄せの法則だって言ってね。あのー、いいことばっかりね、えー。考えようと思っても、フレームレアに関してね。やっぱり事実は事実なんで、えー、これはね、あの、関係ないでと思うんですよね。私はね。っていうか、まあ、なんかね、えー、コロアンティーナー、怖ーいって言ってね。えー、あれを食べちゃってる時点でね、もうあのー、 負ですから、はい、えー。マイナスですから、はい。マイナスの感情ですから、はい。はい。えー、まあ、そういうことです。別にね、怖がる必要なんて全然なかったんですけどね。えー、そういうことです。あのー、ただのね、ただの、ね、あれですからね、えー、キャッチーのね、えー、コールドですからね。えー、キャッチーなコールドですからね。そういうことなんですよー。はい。えー、まあ。 何なんでしょうか本当に。バカらしくなります、私は。はい。まあ、ちょっとね、よくまとめて、まとまっていたので、こちらの記事の方を貼っておきます。はい。皆さんも見に行ってください。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばぶでございました。